5分でわかる近代日本史勉強法。どうも、学びズムの矢沢です。この動画では近畿大学の日本史で8割を取るための勉強法についてみんなにお話していきたいと思います。動画の構成はまず1章で近畿大学の基本情報、2章で3つの特徴、3章でおすすめの参考書ルートを紹介していきます。それではまず第1章の基本情報です。近畿大学の日本史の概要なんですけど、形式としては全問マーク形式で、時間が60分、大問が4題あって、目標点数が80点となってます。大問ごとの詳細についてはですね、大問1が主に古代、2が主に中世、3が主に近世で、4が主に近現代という風になってます。すごく分かりやすいですよね。配点が20点か30点という形で、どの大問が20点になるか30点になるかっていうのは明確に決まってないんですけど、全てで100点という形になっております。ではここからですね、近代の日本史の3つの特徴についてお話していきます。まず1つ目の特徴がですね、全範囲からまんべんなく出題されるというところです。近畿大学の日本史に関してはどの時代が出やすいとかっていうのはなくて、全範囲から出題されるので、それ注意しておいてください。2つ目の特徴が、資料問題が必ず出るということです。これ受験生にとって厄介ですよね。もう多くの受験生にとって資料問題に馴染みのあるっていう受験生いないと思いますから、もう資料問題が出るのはうわ嫌だなっていうふうに思う受験生多いと思います。ただ近畿大学で出題される資料問題に関しては、もう教科書とかに載ってるもう有名な資料を使った出題が多いので、きちんと勉強すればね、点数が取れるところなので、そこの攻略法についても後で話していきたいと思います。3つ目の特徴がですね、正誤問題であったり年代の配列が出題されるということです。ここから分かるのがですね、一問一答とかの参考書を使ってとりあえず5個暗記していけば点数が取れるというものではないということですね。やっぱり日本史で8割取っていくためには、時代の流れとかをしっかり理解した上で、この正誤であったり年代配列の問題に対応していける力が必要です。それでは3つの特徴を捉えた上で、ここからおすすめの参考書ルートをお話していきたいと思います。ではまず全体見ていきましょう。インプット、アウトプット、過去問というふうに流れていくんですが、インプットで使う参考書は3冊です。山川出版の日本史の教科書と、補助教材として金谷の日本史なぜと流れがわかる本、時代と流れで覚える日本史 B 用語のこの参考書3冊使ってください。アウトプットに関しては、始める日本史、一から鍛える日本史必修編、全レベル問題集の日本史3を使いましょう。あとは過去問をやって8割に乗せていくという形です。ではインプットのところから詳しく見ていきましょう。僕がね、絶対やってほしいなと思うのがこの上の2冊です。ただですね、この2冊教科書って言っておすすめ参考書じゃないやんっていう風にね、言われるかもしれません。ただですね、やっぱり大学受験の出題っていうのは教科書を軸に出題されるわけですから、ぜひ教科書を使ってほしいんですけど、それでもね、教科書読みづらいよと、分かりにくいよという方はですね、日本史の金谷先生のなぜと流れが分かる本を補助教材で使ってほしいんですね。よくですね、石川先生の実況中継とか金谷先生のなぜと流れが分かる本だけで行こうとする方いらっしゃるんですけど、基本的に軸は教科書にして、分かりにくい部分だけをなぜと流れで分かりやすく書いているので、そこで理解していくっていう作業をしてほしいなと思います。教科書と金谷先生の参考書である程度の流れを理解してですね、因果関係をつかんでいきます。そこからですね、どういう語句をしっかり覚えなくちゃいけないのっていうのを分かりやすくするために、単語テストの要領であったり暗記の要領で時代と流れを使ってほしいんですね。なので本番までに完璧にしていくのは、やはり日本史の教科書と時代と流れ、この2冊をしっかりと頭の中に入れて受験本番に挑むということをね、意識して勉強していてください。ではここからアウトプットの参考書入っていきたいんですけど、おすすめの参考書は3冊です。始める日本史と、1から鍛えると全レベル問題集の3です。ただね、この言った順番で進めてほしいんですけど、この3冊目の全レベル問題集は絶対必要かと言われるとそうじゃないです。ただね、問題演習をもっと積みたいよという方は、この全レベル問題集もやっていただけたらなというふうに思います。でここで意識してほしいのが、情報の一元化です。情報の一元化って何かというとですね、問題集をやって解説を読んだ時に、いやこの解説インプット系の参考書で入ってなかったぞっていうのが絶対出てきます。そういった情報を自分のインプット系、つまり一冊完璧にする参考書に情報をまとめたりだとか、コピーして貼り付けるだとかして、もうインプットの参考書を強くしていくっていう作業ですね。なのでこの問題集をやった時に、これはインプットの参考書に書かれてなかったぞっていうものは、全てインプット系の参考書にまとめてほしいということです。最後にですね、資料問題について補足していきたいと思います。資料問題は、始める日本史に重要資料60という項目があります。もちろんね、そこをただ見ていくだけじゃなくて、絶対に資料文中のキーワードを意識して覚えていってほしいんですね。それさえできれば、近畿大学の日本史で出てくる資料問題に関しては必ず攻略できるので、絶対にキーワードを意識して覚えていくようにしてください。では最後まとめていきます。おすすめ参考書ルートについては、インプットは教科書と時代と流れを使ってください。補助教材として金谷先生のなぜと流れが分かる本、アウトプットとしては、始める日本史、1から鍛える全レベル問題集の3という順番で使ってください。あとは過去問を使って8割に到達させていくという形です。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。